俺ビッグがいいよ、もう増えねえんだもん、これ当てても。今のところ17分の0です。滑ってスイカ外れの2日目しか出てないですよね。もうちょっとこうバリエーションはないのかなという気も。昨日打った時はね、左下段バーからとか、青菜が滑ってきて子役外れとかもあったんですよね。だからチャレンジボーナスだから枠下バーからの1目がなのかな。ビッグだと左下段バーとかなんですかね。どうなんだろうか。あー当たった。結局この1目しかないじゃん。今なんかあった残ったかな。さあ145ゲーム、今回早かったね。早かったです。今日はじゃない、今回は。赤ビッグかな。赤ビッグっぽいね。まあ、せっかくのちょっと演出ですけど、揃えちゃいますね。さあ赤ビッグでございました。145ゲーム。中も青も変わんないです、内容はね。でビッグ中がですね、これもちょっと技術介入要素がありまして、演出がないとき、ロボコントがないときは1回だけ14枚取ります。その手順が、まず中下段に青棚狙います。逆押し で中にも青狙います。で左にバー狙います。でこれで14枚なんで、以降は横コーンは鳴らないときは左から押すと。で横コーンが出た場合で、ここついた場合は、俺はビタ押しに自信あるぜっていう人は、まあ、右下段に青をビタ押します。そうするとこれ2択なんですけど、両方フォローできる。で目押しに自信ない人は、まあ、左から押して赤か青どっちか狙えば OK、 2分の1で取れます。じゃあ逆からいきますか。目押しミス。目押しミスっちゃった。今のはちょっと遅かったんですね、多分ね。青をちょっと多分下段ワックしたあたりに押しちゃったのかな。で 青が成熟してたところですね。あ、最大枚数獲得できず。今度は成功させよう。成功しました。で、まあ、止まったら7が止まったら止まっ、これ成功ですんで、音が鳴ったらか、あとはパーでないの。でこれで15枚ゲット。7が止まって、効果音が鳴らなかったら、目押しをミスしたけど、まあ、一応合ってたよってことになるのかな。合ってたというか、その7が、15枚が成立してるよってことになると思います。さあ、1回ミスっちゃったんで最大枚数にはならなかったですけど、348枚、まあ、ほぼ最大枚数でございました。いや、ようやく持ちコインができた。ボーナス300分の1ですからね、今ね。30分に1回ぐらいしか当たってないんですよね。さすがに飽きるわ。ボーナス以外ないからな。
まだなんかこうね ART とかがあればこれぐらいのボーナス出現率でも耐えられますけども、耐えられることもありますけど、ボーナスしかないからね。さあちょっと今ね食事を取ってきました。いわゆる流れが変わればいいなということで、まあ流れなんですよね。あーほら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 来た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 、これが出たらチャレンジボーナス中と同じように打てばいいはずです。でクロスでスイカが揃ったら当たりですね。必ず揃うのかな。完全に変わったね。よくぞやった。さあ、再開して5ゲーム6ゲームぐらいですか、やりましたね。これはね何千分の1だったかな、2000何百分の1とか3000分の1ぐらいでね、このが揃う、このフラグが立つんですよ確かね。あ、こっちか、まあ、ビッグなのか。よっしゃさあ、前回赤ビッグ、今回青ビッグ、146ゲームで連チャンではないな、当選でございます。あ、ミスってる、ミスってるけど多分これはソロビッグ中ダメっすね。ビッグ中そんなあれかな、頑張らなくてもいいかなっていうのが出ちゃってるのか。全然ダメだねビッグ中は。6枚損した。この終了画面にも何かあるんですかね、設定したみたいなの。今多分ね700枚から700枚ぐらいかなのマイナスだと思うんですよね、グラフから推察するに。500枚よりは多いかなマイナスが。で、まあ、チャラに戻すのは、なんとかなるような気もするんですけど、そこからさらに1500枚今日出さなきゃいけないので、ちょっとこのペースで当たってるとダメだね。もっとこうサクサク当たってくれないと、さすがに厳しいと思います。もし、ちょっとね当たらないようであれば球の方に行こうかなと思っております。まあ、あと1時間あるかどうかぐらいですかね、この台の猶予といいますか、パチンコ移動までの猶予はね。おおおお、これは当たるだろう。またダブテンなんじゃないかな。へい、あれなんない、こんなバラケメで何かあるのかね、何か演出が。あ、多分当たってますね。ワンベッドなのにダダダって言われました。多分当たってると思うんだよ。当たってますね。当たらなかな。よっしゃ、早い。112ゲームついに本気出してきやがった。ようやくあれですね、スイカ外れ目以外のリーチ目がご覧いただけましたね。だけどスイカクロステッパイとかもあるけど、あれはレアだもんな。
日に多分 2,3 回しか見らんないあんなバラケメでボーナスってあるんですね。もっときっちりした出目が止まるのかと思ってた。よっしゃ最大枚数今で、ボーナスの出現率が設定1よりまだ低いですね。ただ枚数でいうとようやく500枚を切ったかどうかぐらいじゃないですか。マイナス500枚、まあ、400枚台とかになってきたかなという感じですかね。あと1回ずつボーナス引ければなんとかプラスに転じられるのではと思います。すぐに引ければね。あ、危ねえ。ごちそうさまでした。通常時このね白バーチェリー白バーの下の白バーを上段に押しちゃうとスイカ引き込めなくなるんでここ気をつけないとねダメです。特に演出発生時は。お、あ、外れそう。はい、あ、揃ってる。マジか。でもなんかね、ベル確定ベルっていうのがあるとかなんとか見た覚えがあるぞ。まあもうダメでしょうけど今の演出なチェリースイカだって気がするんだよな。今までベルでもあるんだね。肩透かしを食らった感じ。お、あ、熱そう。結局揃う。上段天杯と右下がり天杯でどっちが熱いとかあんのかな。外れやすいとか、ね、花火の斜め氷みたいな。今1850ゲーム回したんですけども、レギュラーの出現率が460分の1勝なんで、まあ、1くらいかなと。で、レギュラーチャレンジボーナスが一番出にくい設定ぐらいかなという出現率ですね。でビッグの方はですねちょっとひどくて620分の1勝かですね。ビッグが最設定 C はまあもう特別なんで除くとしたら、最低設定の数値よりも引けてないですよね、まあ、最低2回は足りてないかな。ってなるとやっぱり確率通りに引けてってボーナスをで通常時にミス取りこぼしなくでボーナスもまあ成立ゲームのその次のゲームくらいで、まあ、1枚掛けも駆使しつつ揃えてれば、通常時それで、まあ陸中はそんなにロスがないのでレギュラー中チャレンジボーナス中にちゃんとやれてればやっぱ1でも負けほぼ負けないですかね多分。そういうなんか体感はあります。そういう体感は、ただいま2000ゲーム回しました。通常時を、で設定差のあるベルを一応今まで数えてて、まあ、どれぐらいの出現率かっていうと、2000ゲームで220回、 9.09 分の1です。でベルの確率が一番低いのは設定 C なんですが、もうC じゃないのはあからさまなんで、まあ、それは除外すると、設定1、2が 9.10 分の1、これ内部確率ですね。で設定5が、8.85 分の1で、
6が 8.57 分の1なんで、まあ 1,2 の出現率ですね。 1,2 差してる出現率で、ボーナスもまあ1よりさらに低いですということで、まあこの台は挙動から言ってまあそういうことなんではないかなと、はい、下2つはどっちかじゃないかなと思います。でちょっとでも時間もないのでどうしようかなとも思うんですが、このまま打ち切ってどういう結果になるのかって見てもらってもいいと思うんですけど、まあ、ノルマがある以上ね、それをクリアを目指すのが番組の趣旨だとも思うんで、ちょっと今日はサザンアイズここで終わりです。ちょっと初プロはねもう台が空いてないんで、時間もないですし玉の方に行こうと思います。さあ、パチスロがね250枚ぐらいでした、枚数がね、なんで、まあ、多分2000枚ぐらいに相当する出玉を出さないとダメですねパチンコで。さあ何がいいのか、マックスがいいのかな。正直打てる時間が短いんでマックスもミドルとかもねあんまりなんか変わんない気がするんだよね。結局何打ったってダメな時はハマるしさ、だったら一発の見返りがでかい方かなとも思うんだけど、ガロ打つか、ガロね、じゃあガロにしようか、いきます。さあ、じゃあガロ、ガロでございます。魔界の花花ですね、はい、魔界の花でございます。マックスタイプの ST 機です。まあ言わなくてもわかるか、当てた経験が過去に1回しかないかな、2回かな、初当たり引いた経験が。なんかなんとか今回また当ててみたいですね。なんかあのパチスローのさっきのサザンアイズで引けなかったリックを引けなかったこの引きをここで発揮したいですね。溜めたストックした引きをここで初当たりと ST 突入に、変換して引き出したいですね。パチンコね勝てはしないんですけど、あんまり初当たりは結構引けるんですよ、マックスだろうがなんだろうが。自分でねこういうイメージっていうか印象があるんですね、自分自身に対して。だから今日もなんかこうチャンスぐらいはつかめるような気がしてるんですが、勘違いかな。おい、か、保留、あ、か、保留見届けましょう。あ、なんか出た、なんか出たね。アルファベットがいいよね、漢字でなく。さあ、ギリ3です。時間的にラストチャンスだな、これ多分。
これは8点確定なのかな、このパターンは。さあここからですね、このあと何に発展するかでしょう。あ、ここ、あ、これはなんかすごい熱そうだよそうか、押さなきゃいけなかったんだ。ああ、ああ、2回目って初めて見たよ。ああ、出来上がってる、出来上がってる出来上がってます。初代リーチか、初代リーチか、違うのか、初代リーチじゃないのか、これ。違うか、ちょっと違う気がするな。2回出来上がったからな、これはいいだろう。あ、ほら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 、もうもうこれで当たらなかったら生当たんないよ多分初代じゃないね、超魔竜なんかいなかったもん。完璧な流れだと思うんだよな、ここまでは。これも多分強い方だよね。いやー、よっしゃー当てんだよ、よく分かってないけど、演出のパターンとかなんか当たんすよ、1回はよーし、いいぞー。さあ、問題はこっからだね。2分の1引けてるか、最初の2分の1が弱いんだよね俺。ダメで時短中にもう一発当てて入れるみたいなパターンが多いんですよ。でも今回は1回目で決めたい、ぜひ。頑張れ。あ、やっぱダメか、なんダメなんすかね、ほんと引けないんだよね、その初当たりの2分の1を。ただまあ打ち始めて20分ぐらいで引けてる線でね、運がいいんですけど。おおお、なんかすげえの来たぞ、これは紫保留。えっ、2位すらなんないんだマジかよ。あーし、ダメな方の800分の1でしたね。ここでしっかり当たっちゃってくれたりしないかな。ないか。さあ抜けました。まあね、そう簡単にやっぱね、800分の1、悪い方になってしまいました。いい方はなかなか引けないですね。まだちょっと時間あるんで、奇跡を信じて回してみましょう。
さあ、お時間がやってまいりましたので、ここでパチンコの方も終了とさせていただこうと思います。最終結果はエンディングでご報告させていただきます。さあ103回実戦終了でございます。初収録となりました、ビッグマーチつくば学園の大森店さんでの実戦ですが、私サザンアイズパチスロのサザンアイズとパチンコの魔界の花ですねガロの打ちまして、さあ果たして結果はどうなったか言いますと、投資がですね、2つ合わせて3万4500円コイン換算すると1621枚ですね約で、それぞれ、パチスロは257枚、パチンコは1488玉流しております。さあこれをコイン換算しますと536枚の交換でございます。というわけで、1085枚のマイナスということになってしまいました。もうサザンアイズ取れた時点でね勝ったも同然だと思ってたんですが、まあそうは問屋が下ろさなかったですね。負けてしまいました。はい。どうなんでしょうねサザンアイズ、個人的にはなんか面白いこと新しいことに挑戦してるじゃないですか。だからいいなって思うところはもちろんあるんですけども、ただちょっとね分かりやすすぎるので、設定 C がで上手い人が打つと店は利益を取れないのでなかなか入れられないと、まあ、そこら辺がね今後、まああいうなんかちょっと特殊な仕様の台がもし増えてきたとしたら、まあ、そこら辺がブラッシュアップされてまたね面白い、そしてやりがいのある台になっていくのかなと思います。まあ通常時に関してはもうちょっとねなんだろう出目とか、あそこら辺を、まあ、なんとかなっていくのかなという気もいたします。で私個人の成績というか、あ消えちゃった消えちゃったちょっと消えちゃいましたデータが。ただ覚えてる範囲だと、チャレンジボーナス4回引いて17回くらいビタ押しチャレンジあったんじゃないかな。確か1回平均4回ぐらいあったと思うんで、ミスゼロ 100% です。ビッグ中がねビッグ中ってそんなにあのミスってもロスがないしリカバリーがその、まあ、50% でできるんで、なんか気合入んなくて、あっちは確か 60% ぐらいだったんですけどね。でも通常時の取りこぼしもなく、でもチャレンジボーナス中はミスなく、ではビッグ中の枚数も計算したら8枚ぐらいのマイナスですね、ビッグ3回で。で、通常時のそのボーナス成立してから揃えるまでっていうのもロスもほぼなかったので、まあ一応、あの時点での性能はフルに発揮できてたかなと。いう感じでございます。まあビッグは足んなかったんで、まあ、その分マイナスかなという感じですかね。まあ、パチンコの方は、まあ、初当たりに引き良かったけど SD いらんなかったから、まあ、ご覧の通りということで、まあ、ビッグをサザンアイズでもうちょっと引けてれば、まあ、たらればですけども、あの性能でも十分ね、戦えるかなという感じがいたしました。まあ、今後に期待ですかね、ああいうタイプは。やっぱ技術介入があれば、まあ、パチスロの面白みってやっぱそこもね一つだと思うんで、連チャンとか、まあ、たくさん上乗せするとかそういうのももちろんなんですけど、まあ、技術でどうにかできるっていうのがね、パチスロのすごく大切なところだと思いますんで、ぜひ、台とだけではなく他のメーカーもああいうねなんかこうやりがいのある台を作っていただければ、また、裾野がこうね広がっていくのではないかと、パチスロ人口の。はい。さあというわけで、私今回はマイナスとなってしまいましたので、T シャツの方をプレゼントさせていただきたいと思います。今回は3名の方に差し上げます。でもって、もう一つあるんですが、97回、私マイナスで終わってしまったんですが、プレゼントの当選人数決めてなかったので、ちょっとここでね再度97回も再募集、
させていただこうと思います。こちらはお詫びの意味も込めて、5名の方に差し上げたいと思いますので、今回103回が3名で、97回が5名なので、それぞれどっちに送るかは、皆様次第ですが、応募いただければと思います。よろしくお願いします。さあ、ここで T シャツの当選者の方発表させていただきます。まず98回、こちら2名様ですね、そのうちの1名様を、お便りとともに発表させていただきます。北海道札幌市松本さん、ペンネームではなく本名ですね、松本さん。マリモさん、スタッフ一同様、いつも楽しく拝見しております。久々に、乙女の台を打っている動画を見ました。この乙女が一番面白かったと思います。初代ですね、初代の乙女。マリモさんの楽しく分かりやすい解説が好きですが、私は今年がんになってしまい、現在闘病生活中です。なかなか今まで見たホールへ行けなくなり、ベッドの上で動画を見て自分も打っている気分になることしかできなくなり、とても残念です。これからも応援しておりますので、信頼とかもたくさん私が打てない分見せてください。ではお体に気をつけて楽しい動画をまた期待しておりますということでございます。がんという、このお便りをね、発表しようかどうしようかちょっと迷ったんですけども、励みになればいいかなと思いまして、選ばせていただきました。僕がね言えることなんか何もないんですけど、そんな大変な病気にかかってしまった方に対してね、ただその多分いろいろ大変、僕もなんかその見聞きした情報しかないですけど、大変だと思うんですね。こんな軽々しく言っていいか分かんないぐらい。ただそういう時に、僕の動画とかね、僕の以外の方のね動画、パチスロ動画、パチンコ動画がそういう時に、気休めにね、なって、少しでも苦痛とかをね和らげていただける材料にしていただけるんであれば、幸いです。T シャツ病院で着るのもどうかなと思うんですけど、あのデザインなんで汚れがちょっとついてもあんま目立たないかなと思いますからね、ぜひ、看護師さんとか見られてもいいならベッドの上で着ていただければと思います。はい、というわけで、札幌市の松本さんをはじめ、2名の方にプレゼントさせていただきますので、届くのを楽しみにしていてください。さあ、続きまして99回、こちら5名の方ですね、そのうちの1名をまた、お便りとともに発表させていただきます。大分県大分市のさぬきうどーんさん、うどーんはね、どとうんの間にこう伸ばす棒ね、はい。マリモさん、こんにちは。いつも楽しく動画を拝見しております。99回のトータルエクリプス残念でしたね。自分も、トータルエクリプスを一度打って、テイとも言うを3回引きましたが、正直そこまで面白さが分かりませんでした。3回引くって1回の実戦で3回でしょ。ちょっと考えられないですよね、僕からすると。何回打っても1回も入んないのにね。しかし動画を見てマリモさんが解説していると、とても面白そうに見えてきます。不思議です。マリモ堂 T シャツを着て打ちに行きたいので、ぜひいただきたいです。当たったら友達に自慢していきますと。ここまでが、動画の感想で、自分で打って面白くあんま感じなくても、僕が打ってるのを見ると楽しそうに見えるというのは、本当に不思議ですよね。ただその見ていただいて興味を持って、で実際に打ってみて、面白いじゃんなったら、僕の役割をね、過去にもこんなこと言ったと思うんですけど、自分の役割を果たせてるかなと、職責をね果たせてるかなと思います。だ3回引いたら面白いと思うけどね。90何番まで上がったでしょ、一番上まで。あそこ行ったらもう震えますけどね、終わらなすぎて。で、続いて質問なんですが、同じ方からの、いろんなホールで打っているマリモさんに質問です。各都道府県でここは出している、ここは出していないという感じる、出していないと感じるでしょうか。私は大分県に住んでいますが、どんな日に行こうがとても出しているようには見えません。
自身で設定判別や出玉感入れているだろうとおぼしき日の調査など暇がありしていたのですが、正直絶望しています。こういう場所で打つ場合、何を基準に有料点を判断すればいいでしょうか、よろしくお願いしますということですが、すごいですよね。調査した結果絶望しちゃったっていうのは、もう諦めるしかないのかもしれないね、そこまでいくと。まあ出てる出てないで言うと、なんかやっぱ中、ま、前もこれも前も言ったと思うんですけど、中部とか東海とかね、あの日本の真ん中あたりが結構僕は熱いポイントかなというかスポットかなと思いますね。だから、富山ん富山石川、あとは愛知岐阜あたりかな、うん、このあたりがね、滋賀は違うのかな、まあ、そのあたりは結構なんかホール同士でこうね、あっちがやったらこっちも頑張るみたいな感じで盛り上がってる感はありますよね、うん、地域単位でいうとそんなところかなという感じがしますけどね。で、まあ、大分県僕1回だけ実戦行ったんですけど負けましたね。だからどうなんでしょうね。諦めます。でも自分で結構いろいろ調べてますもんね。設定をこうなんか判別する要素があったらそれで打って調べてみたり、出玉感とか、その暑い日があるかなみたいな、まあ、こういう場所で打つ場合何を基準に有料点を判断すればいい、難しいですね。そこまでやってダメだったんですもんね。でもちょっと見方を変えてみるとかね、例えばあのホール A のホールが暑い日があります、暑いだろう日があります、何らかの理由 でその競合点にあえて行ってみるとかね、ここに負けじとしてこっちを店が出すかもしれない、うん、でもこっちは来るの分かってっからあえて出さないとかね、裏書いてくるかもしれないじゃないですか。だからまあそれの競合店に行ってみて、いや、まあ調査してみるとか、あとは、AT 機とか ART 機ってやっぱまあ間違って出ちゃったりもするから、あんま分かりにくいところではあるんですよね、設定が。だからボーナスタイプとかで盛り上がってる感があるホールでまた再調査してみるとか、あとホールごとの特色ってありますからね、本当に、とあるホールが、まあ、お気どきってまあ人気じゃないですか。だから今中古でめちゃめちゃ高いけど頑張って買いました、買いましたけど全く客がつかなかったらしいんですよ、そのホールは、うん、理由がね、まあどういう理由かは、まあ、だからその客層に、ね、合わないというかっていうのもあるんで、だからその土地土地の、客層とかホールごとの客層に合う機種っていうのはやっぱ設定入りやすいと思うんで、そういうのもよく見て、調査すると見えなかったところが見えてくるかもしれないですね。というわけで、今のが参考になればいいなといったところで、さぬきうどんさんをはじめ5名の方、T シャツ当選おめでとうございます。さあ、というわけで103回マイナスで終わってしまいました。102-3と、連敗にねしておりますんで、ちょっと次あたりでまた、復調させられればと思っております。皆様ぜひ私がそうなるように願っておいていただければと思います。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。